オーストラリア高等裁判所は、オーストラリアにおける最上級裁判所である、オーストラリア高等法院とも訳される。オーストラリア連邦憲法71条には、A フェデラルシュプリームコート、to be called the High Court of Australia と称する連邦最高裁判所と記されており、連邦最高裁判所と呼ばれることもある。1901年のオーストラリア連邦憲法の成立後、1903年の裁判所法制定によって設置された。現在の所在地はキャンベラである。オーストラリアにおける最上級裁判所として、高等裁判所が第一審として下した判決、他の連邦裁判所の判決、州最高裁判所の判決及び、連邦法に係る州裁判所の判決に対する上訴について審理する。高等裁判所への上訴には特別の許可が必要とされる。かつては高等裁判所の判決に対して一定の場合に枢密院への上訴権が認められていたが、1975年に廃止された。高等裁判所は連邦憲法75条に規定されたすべての事件について固有の管轄権を有する。また、連邦憲法76条に規定された事件については、連邦法により、高等裁判所に固有の管轄権を付与することができる。連邦憲法76条1号及び裁判所法30条により、高等裁判所は違憲審査権を有すると解されている。一人の主席裁判官と6人の裁判官で構成される。通常、高等裁判所が一審となるときは単独で、上訴審となるときは3人から5人の合議体で審理される。裁判官は総督によって任命され、定年は70歳である。また、両議員の議決に基づき、総督が罷免することができる。倉田玲、自由形と選挙権立命館法学2011、1238から1276、2011ただし、それ以降の条文に、フェデラルシュプリームコートの文言は出てこない。山田邦夫、オーストラリアの憲法事情 P104、諸外国の憲法事情3国立国会図書館調査、及び立法考査局、2003年。ありがとうございます。